はい、もこちゃんあかねです。今回も動画をスタジオから撮影しております。さっき第1回ヒッケル集会と題しまして、まあ、僕が運営している初心者ギタリスト検定の合格者さんたちがですね、名だたる合格者さんたちと一緒に交流会的なイベントをしてきました。まあつまりは初心者ではあるけどギターを楽しんでるよって頑張ってるよって人たちが来てくれたわけです。そしてまだここにいるんですね。皆さん元気ですか？ギターは好きですか？ギターの音は好きですか？ありがとうございます。そんな皆さん、ギターの音の違いって分かってるもんなんですかね。参りましょう。初心者ギタリスト格付けチェック。今から私3本のアコギを順番に弾きます。その中で一番高いのはどれかっていうのを当てていただきます。で、視聴者さんも当然値段による音の違い気になると思うんですけど、でもさ、これ僕がこっちの音の方がいいでって言ってもさ、そりゃね、いやお前は長年ギターやってて今や仕事にしてるから分かるんだろうって当然そう思いますよね。でもみんなが知りたいのはそうじゃなくって、初心者の自分が聞いても違いが分かるのか、高いお金を払う価値があるのかっていう、そこじゃないですか。なので僕の代わりに判断してもらおうと思います。で、もちろんね、視聴者さんにも自分で挑戦してもらうように画面とかこう見えないようにしたいと思います。ただまあこれ YouTube あれでしょ、みんなスマホとかで見てくれてるわけでしょ。そうするとスピーカーも大したことないじゃないですか。なので音の違いあんま分かんないんじゃないかなと思うので、なのでぜひここにいる優秀な回答者さんたちの意見をね、今回は参考にしていただければなと思っているというわけです。ちなみに回答者の皆さん、あれなんか静かね。意図は分かりましたか？ない。低め。皆さんにもう一つプレッシャーを与えたいと思います。皆さんはご存知でしょう。今日ギターをまだ持ってもいない人たちとイベントをやってきました。同じ問題出してます。こちら撮影を済ましております。この その動画も先に投稿してあるので、あの視聴者の皆さん、よかったら先に概要欄に貼ってるのでそちらをご覧くださいって感じです。それを見てからまたこっちに戻ってきてください。正解率必ず上がってるはずじゃないですか。そりゃそうだよね。だってさっきのその別の動画の方はまだギター持ってない、ギター弾いたことないっていう人たちにどれが高いと思うってやってやったんですよ。今これみんなギターを持って、ギターは好きですか？ギターの音は好きですか？という、そんなギター大好きの皆さんにお答えいただくという趣旨でいきたいと思います。なんかぬるいなというわけで本日のギターを紹介します。まずはこちらギブソンの J50、 アコギの大定番 J45 の色違いで、僕のはこのアジャスタブルブリッジって弦高が簡単に調整できるモデルとなっております。大体こちらが30万円になります。続いてこちらヤマハの FG830、 初心者用ギターとしてはまあすごくいいかなっていうモデルですね。大体こちらが3万円台っていうとこでしょう。そして最後こちら、ドナーの DAD140C ですね。これ多分ネットでしか販売してないんじゃないかなと思うんですけど、1万円くらいで初心者セット込みみたいな、そんな値段で売ってるお買い得ギターとなっております。この3本を ABC と名前をつけて、まあ順番どうしようかな、これから考えるんですけど、適当に皆さんには目隠し状態で、まあ目つぶってもらいながら聴いていただいて、一番高いギターの音を選んでいただきます。 OK ですか？はーい。最初の元気どこ行ったの？頼むぜ、盛り上げてくれよ。というわけでじゃあ早速いきましょう。それでは A のギターを弾きます。それでは B のギターを弾きます。それでは C のギターを弾きます。以上です。皆さんどうですか？分かりましたか？視聴者さんも分かりましたか？では、ここにいる回答者の皆さん、今磁石をね持ってると思うんですけど、それを一斉にここに貼りに来てください。お願いします。せーの。おお、嘘すごいな。嘘だろ。嘘まずい。マジか。マジか。マジか。どっちの、どっちの、ね、インタビューしていこう、みんなインタビューします。
B と C は迷った A B です。音が全部まとまって聞こえたのと高い音が綺麗に聞こえました。 A B です。なんか音の深みがねあったような感じがします。これはですね C ですね。まあ B ですよね。そうですね、なんか高級なやつってその音に温かみがある豊かさがあって、で FD800 って確か弾き語り用なんで全部下から上までフラットな感じ音が、でそれが C っぽいなと思ったんで B の一番高いやつ自分は選びました。まあそうですね、ギター歴はそんなないんですけど、まあこういうちょっとがあって、まああと昔から音聞くのは好きな感じって感じです。 B です。私の場合は消去法でした、ね、A が一番ザ・アコギっていうような音がしていて、 C がちょっと私が聞き馴染みのあるような感じがしたんで、ってなるとそう考えても B のキラキラしたような感じが高いよなっていうような感じが、まあ、A。 普段安いギター使ってるんで息のいい音するっていう音が多いかなっていう感じですかね。ちょっと A とC で悩んだんですけど、C かなっていう感じですかね。B です。違うんです。消去法なんです。1番目が聞いたことがない音だった。2番目はよく聞く音だった。3番目が自分の持ってるヤマハと同じような音がしたからです。1番、A です。さあそれでは、皆さんどれが高いとかどれが安いとか偉そうに語っていただきましたが、発表しましょう。30万円ぐらいのと3万円ぐらいのと1万円ぐらいの ABC3 つのギターを弾かせていただきました。一番高い30万円のギターはB です。すごいです。どうですか、視聴者さんで正解した方いますか。なかなかねこのマイク越しスピーカー越しだとあれかもしれませんが、なんとびっくりしました。会場で聞いてくれていた方々全員が B と答えました。正解です、おめでとうございます。というわけでですね、初心者ギタリストでもどうやら値段による音の違いが結構わかるっていう、そういう結果になりました。まあ今日集まってくれたのはそれこそ僕のヒッケル初心者ギタリスト検定っていうのを一生懸命受けてくれる方々なので、あれってさたくさん録画録音して見返してっていうのを普段からしてるので、やっぱりしっかり音の違いとかもわかるようなそんな方々に集まっていただいたのかもしれませんが、にしてもいやびっくりしました。皆さんおめでとうございます。で、じゃあ、ギターを持ったことがない、持ってないっていう方々がどんな結果だったかはぜひ概要欄をご覧ください。ぜひ楽しみにしててくださいっていう、そんな感じですね。さあ、視聴者の皆さんはいかがだったでしょうか。動画の感想とか、ギターの音の感想とか、ぜひコメントで教えてください。で、高評価ボタンが多かったら、またこういうなんかしょうもない動画も撮ろうかなって思ってます。そして今回みたいなスタジオイベントとか、まあこういうのはたまにやるので、チェックしておいてください。で、超便利なボット機能付き公式 LINE アカウント。でもこれイベントの発信とかしたり、これからしようと思ってますので、ぜひお友達登録してください。それではまたね。バイバイ。お疲れー。すごい。すごい。